機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ、星1。1話の導入がクッソ激烈に面白く、最終回がクッソ激烈に面白い、1話と最終回だけ見れば良いガンダムアニメ。ちなみに1話の面白いって意図と最終話の面白いって意図は180度意味が違うのぜ。このアニメは1話でシリアス 100% に振ってガンダム史上最も面白いガンダム始まっちゃうんじゃないのって思ってからの最終話の香ばしいギャグガンダムしている部分のシナリオの落差をたしなむ作品なのぜ。とりわけ13話以降のビスケット売り場がガメをベラするシーンからの、ああ13話に一人離脱させるスタイルねって思わせるようなチープなシナリオだったり、チープヤクザ、任侠したりする感じとか、見どころがレーザー兵器禁止だから実弾と接近武器で戦ってねっていうバトルシーンしかないっていう中盤以降の内容がないようなシナリオがヤバくてでね。ケツからぶっされたイケメソのケツを犠牲にしてまで反落するってネタを中盤以降は主軸にして立て直すのかなって思ったらパワーインフレさせて主人公サイド全滅させて終わらすとか頭湧いてんのかって感じのクソシナリオ。なんていうかサスペンス映画で最後に実は犯人は俺だったんだって一度もストーリーに絡んでいない清掃員が犯人ですっていう感じのシナリオで見る側としてはアッソって感じになるのぜ。面白いガンダムみたいならとりあえずこれ見てから他のガンダムを見ると他のガンダムが100倍面白く見れる止まるんじゃねえぞ生み出した名作アニメ。